ご先祖様から受け継いだこの神社、お前の代で死んでも終わらしちゃいかん。分かったか。分かってるって。全然分かっとらん。分かってる。全然分かっとらん。分かってる。嫁さんはまだじゃろうが。そうだね。分かっとるね。分かっとる。来てきて分かってる。分かってるよ。何すんだよ。飲んで飲んで。ありがとう。しかしそれは大変やったな。もうすぐ年の瀬やっていうのに、俺一人でどうにかなるわけないんやけ。うん。そんなら派遣呼んだらどうね。派遣？俺ん会社去年呼んだら助かったよ。ちょうど人手が足りない時でさ。派遣？私がこの神社の神主でございます。岸島力です。よろしくお願いします。あかねす。よろしく。よろしく。風邪っすか。風邪っすか。やっぱめっちゃ見えてほらほら。あまりからかうんじゃない。やば。今日は初日なので仕事の流れを理解してほしいんだけど。はいはいはい。質問、どうぞ。ここって Wi-Fi 来てないの？Wi-Fi。それはいけないですね。今すぐ導入しましょう、社長。いや、社長って君。いや、ここは神社だからそういうのは必要ないの。はぁ、マジ万事なんだけど。君、万事は寺だよ。ここは神社だから。え、寺と神社一緒じゃねえの？違う。ググりたまえ。マジかよ。今ググるな。いや、初耳だから。後にしなさい。で、先ほどのとこから、ここまで、参拝者の方を案内していただきます。ここまでで何か質問ありますか？社長、この神社では顧客に対するアプローチが少々不足しているのではないでしょうか？え？これからの時代にはカスタマーサービスの充実とグローバルな展開と企業のコンプライアンスの兼ね合いも必要になってくるんですよ。いや、マジ映えない。超映えないんだけど。何を言ってるんですか？特にこの看板さ、マジ映えなくない？ちょ、私書き直していいですか？いやいや、もう、何が？あ、めっちゃいい、マジで。超天才じゃない？やばいやばい、これ影つけちゃおう。いいね。あげまーす。ちょ、やばい、見て見て、メニューメニュー、すごくない？いいね。おお、いいね。いいね。押しときも。あざーす。いいね。いただきました。君たちは一体何を言われて。はい、どうもー。豚ゴリラチャンネルをご覧の皆様。せーの。遠足のおやつ代にバナナは入れなーい。いやいや、ダメ。食べたらダメ。あー、ごめん。行こう行こう。今日はこの神ってるほど何もない神社で何するんだっけ、ゴリちゃん。あ、ちょっと待って。待つ。はい、帰ってきた。じゃーん、これでここでおみくじば100枚買うぞー。100枚1万円で100枚買おう。行こう行こう。おしょうさん、おしょうさん、おしょうさんの、おみくじば100枚ください。おみくじはそういう買い方しちゃダメなんだよ。お買い上げありがとうございます。ついでにお守りもいかがですか？お前らふざけんな。神社を何と思っとんのじゃ。先祖代々伝わる歴史の重さを分からんのか。そんな悪いことしてないよ。怒んないでよ。なんか、お前たちは悪いことしとるやないか。はあ、ちょっと待って。いや、ほら、神社ってさ、何かとお金かかるやろ。かかる。だから俺ら1万がと思って、おみくじを買いに来たんよ。っていうか、今時 SNS とかネット配信しないとマジ誰も来ないですよ。いいんすか？そうですよ、社長。彼らとコラボすればイノベーション的にもありですよ。だから社長、この由緒ある神社をお前たちの金儲けの道具にはさせん。お金儲け、やめない、やめないからやめて。
しゃーんで押すの。どうも、こんにちは。大丈夫です、どうぞ。いいですか。はい、いつもありがとうございます。失礼します。あの子に聞いてみよう。子供に何がわかるっていうんだ。いやいや、あの子は毎日ここに来てくれてるんだって。子供の方が純粋な心で答えてくれるって。ね、ね。ああ、お母さん、ちょっといいですか。君はこの神社がなくなったら悲しいかい。うん。でもね、このままだとなくなってしまうかもしれないんだよ。うん、別にいいよ。残ってほしいって言ったじゃん。それはこの神社がなくなってしまうのはちょっと寂しいけど、神様がいなくなるわけじゃないしね。それは別の問題でしょ。今の聞かなかったことにしませんか。